りのモデルハウスの見どころはガレージと、あとはスキップフロアと一体になった空間の作り方、間取りですね。で、あとは外観もですね、一体つながりでゲートを作って一体感を出してます。一体だらけ。はい、では早速ガレージの方からご案内します。こちらのガレージは電動シャッターになってますので、防犯面でも非常に優れています。はい、来ました。ガレージの間口は 3.6 メーターで、奥行きが 5.4 ですね。で、高さが 2.2 メーターになりますので、一般的なお車であれば十分にしまうことができます。はい、で、どんどんここはですね、このアクセントでゴールドにも塗装してあります。これ後から塗ったってことですか？そうです、塗装で。こちらの壁とこちらの壁は塗ってました。そうなんですね。はい、ここ実は黒じゃなくてネイビーなんです。そうですね。はい、確かにブラックでこのサッシの色なのと比べるとネイビーっていうのが分かります、ね。そうです。はい、で、これはなぜネイビーかというと、外壁のベルアートの部分、塗りの部分もネイビーなので、はいはい、そのまま一体感とつながっているように見えるようにネイビーで統一します。はい、そうですね。おのこのこもう一回ちょっと見て、はい、ちょっとこの部分ですね。うん、そうです。太陽当たったりとかしてるので若干色の違いが見えるんですけども、なので光熱感ありますね。で、中でもいろいろ作業ができるようにコンセントが2つ、2箇所ついてます。はいはい、なるほど、いいですね。お庭もあるので、はい、作業ですか、芝刈りとか。そうですね、そういったものも使えることで使えます。あとは将来的に電気自動車になった時もこの中で充電ができるようにと考えて電気計画を。確かに便利ですね。考えられてます。あとは、こちらのガレージなんですけども、このまま室内に入れるように繋がってます。あ、なるほど。じゃあ買い物した後にそのままここから中に入ることができる。そうなんですよ、この動線は便利です。結構男性憧れのガレージでもあるんですけども、はい、動線はやっぱり奥様がすごく喜ばれます。そうですね。はい、実はこのガレージには上に収納があります。あ、はい、ここですね。はい、そうなんです。ちょっと登ってみます。どうぞ。こちらの収納スペースは、まあ、普段は本当に使わないものですよね。アウトドア用品だったりとか、はい、あとはそれこそ工具、日用工具だったりとか、うん、そういった材料、今は土とかが、ね、そうですね、園芸用の、はい、道具とか土とか、はい、肥料とか、はい、あまり見せたくないものを隠せる収納として、はい、奥行きも意外とありますね。物たくさん入れられそうですね。はい、隠れ収納ですね。その通りです。早速お家の中ご紹介させていただきます。はい、玄関周りが本物の木を使ってます。この木の木が合ってます。白い木と、そうですね、はい、で、またこのポーチの周りなのでメンテナンスもっても届く範囲内で終わりますので、ちょっと形のこれと一番上の、じゃあ早速中の方をご紹介します。はい、はい、すごい間接照明があって、なんか高級感が出てますね。そうなんです。コンセプトはアーバンです。で、こちらの玄関は、来客用とあとは家族用っていう2つに分かれてますので、はい、後ほどこちらはご説明させていただきます。はいはい、では早速リビングの方へ。はい、はい、どうぞ。はい、ちょっとアーバンに合わせてドライフラワーを、かっこいいと思いました。で、ここに、そうなんです、
何か飾りたいねっていうので、初めはこう絵を飾ろうかっていう話もしてたんですけど、うん、こう立体的ですね、さっきの話で立体をここに置くことでまた夜とかは影ができてすごく綺麗になります。すごい、これはいいですね、真似したいです、ぜひリビジの方だ、はい、あ、ペンペンになってますね、はい、広い、その丸ペンペンになってます、かっこいい、ありがとうございます。もう吹き抜け部分がそのままもう天然のこの木材で木が張ってありますので、それがこのまま玄関のとこまで落ちていくように、あ、空間を、なるほど、ここのデザインもこだわってるってことですね見え方の部分です、細かい、細かいですよ細かい、細部までのこだわりはすごい、本当に立体をちゃんとイメージした作りになってるんですね、はい、素晴らしい。では早速こちらの、はい、先ほどのガレージとリビングがつながってます。あ、なるほど、ここからガレージが覗けるということですね。そうです、あの車好きの方とかね、はいはいはい、すごいこの窓は嬉しいんじゃないかな、確かにずっと見ていたい場合うってつけですねこれはすごい、はい、あとはまあこの中でお子様遊んだりとか、まあ、その夏場を増えるとか、でもまあ直射日光当たらなかったりとかするので、はいはいはい、の心配はなく、あ、確かに安心してなんかキッチンからなんか見守っていられるっていうことですよねはい、そうですご紹介します。こちら開けるとですね、先ほどご紹介しました家族の玄関が素晴らしいですね、はいはい、結構収納力がありますね。そうですね、こちらだけで3畳ほど、はいはいはい、ありますので、もう本当靴以外にもたくさんいろんなものがしまいます、うん、こちらは傘をかけてもらったりとか、なるほど、はい、する場所になります。じゃあ全然本当にお客様からすると本当に目立たないところにたくさん収納っていうことですね。はい、であとはちょっと、まあ、出来たてっていうこともあって急いで片付けたものですから、この中にも収納があって、まあ、ちょっと我々の工具が入ってるんですけども、この中も可動棚になってるの で、はいはいはい、高さ調整もなんか簡単にできそうなので、そうですね、使いやすそうですね、はい、であとはですね、やっぱこういうところにルーター、ネット関係の隠せるように、はい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 、配線も考えて設置しています。確かに表に出したくないものですね。そうなんですよ、こういうところにしまえるといいですね、はいはい、ちょっと恥ずかしいですねこれ大鳥建築恥ずかしいでこのままキッチンの方に行きまして、おしゃれですね。ありがとうございます。はい、はい、結構評判もよく、やっぱり、はい、でここがちょっと実は、まあ、分からない部分ではあるんですけど、うん、まあ、大鳥建築のこだわりとして今回外観屋根がこう流れてるんですね、はいはいはい、はい、それに対抗してこう対応します。なるほどバランスを揃ってるということですね、はい、ただ斜めに貼っただけじゃなくって、そういったところも意識して、ちょっとしたもう私たちだけにしかわからないこだわり、細かいデザインが、こういうところをいつもちょっとずつ楽しんで、はい、でも本当にデザインって細かいところ大事ですよね。そうなんですよ、細かいことの積み重ねでだんだん本当に洗練されたデザインになっていくなって気がします。すごい仕事見てくれます
でしたでしょうからね。いかがでしたでしょうか。なんだなんだこれ。これイントネーションの問題じゃないよね。話し方の問題だ。どうぞ。で、そうです。ピクシブさんのキッチンが標準で入ってます。結構大きいサイズですよね。そうですね。今回はもう2700のキッチンを入れました。はい。で、2700にした分シンクを広く取ってますので、欲しがるものとか、はいはいはい、あとく本当にお鍋全然置いてもまだ余裕がそうなんです。ありますね。ちょっと置いてみます。はい。こんな感じで全然もう本当ですね、洗い物もこれ主婦目線ですよね、はい、このサイズはとってもいいで使いやすそう。そうなんですよ。エクシルさん結構こういうとこ考えてますね、主婦目線に立ってっていう部分で収納は考えられてるなっていつも思いますね。で、下は収納です。収納ですね、はい、あ、結構あ、これが食器が入っている状態です。あ、ここも十分な容量ですね、うん、沖縄の方も基本的にはもうその食洗機は絶対っていう感じなんですか。そうですね、もう8割ぐらいのお客様は採用されます。やっぱそうですよね、絶対ですよね。欲しいですもん。本当にそうですね。で、やっぱり後付けになっちゃうとどうしても表にどんまだ良くなかったりするので、やっぱり最初から、うん、つけられるっていうのもこちら側からもお勧めします。同じですね。はい。で、ここはですね、勝手口になっているので、あ、お庭の方も、そうなんです、ね、ちょっとね、まだ出来上がってないんですけど、ゆくゆくはここで洗濯物が干せるように、はいはいはい、なってますね。あ、いいですね。そこから全然見られない場所ですね。考えました、そこも。やっぱりこう外に洗濯物が干してあるっていうのが目立つと、うん、一気にこうどれだけ外観をかっこよくしても、はい、生活感が出てしまうので、そうですね、はいはい、なので、まあ、目立たないところなおかつ風の抜けがいいところっていうのを考えて、はい、今後はこちらで洗濯物が干せるように作っていきます、はいはい。はい、ここも本当に記憶大きめの、はい、同じサイズのものを入れてます。2700、はい、で、高さも一般的な高さのものを入れてますね。で、私とか又吉さんとかだともうちょっと高めにしてもいいのかなとは。そうですね、はい、ちょっと高めの方は、はい、もうちょっとあっても良さそうですね、はい、ちゃんとコンセントも3つですね。そうですね、取り付けます。もうここにもないですね。でも十分ですよね、はい、まずあれば。そうですね、大体ここに置くのは、まあ、オーブンレンジ、うん、トースター、炊飯器、あとはケトル、はいはい、で、置かれる方によってはこのようにデロンギとか、まあ、コーヒーメーカーを置かれる方とかもいるので、うん、そのあたりもこう打ち合わせでここをどのように使いたいかっていうのを聞いて、コンセントの数を調整してます。はい、うん、はい、洗面とお風呂になってきますね、はい、あ、広いですね。まあそうですね、はい、
ちょっと明るく窓もつけて、はいはいはい、この高級ホテルな感じすごいですね。こちらは三和カンパニーさんの洗面台ですね。ここにどうしてもそうブラック入れたいって言われて、はいはい、ブラックって感じだったんですけど、はい、でもやっぱかっこいいですね、はいはいはい、うーんアーバンです、ね、テーマアーバンです。で私のちょっとこだわりだったんですけど、はい、朝ここでメイクだったりとか準備するじゃないですか、はいはい、でやっぱりこの太陽の光というか自然の光を入れたくて、ここに窓をなるほど、はい、つけました、はいはい、確かに電球の光でよく朝って準備するんですけど、うんはい、太陽に当たるとちょっとやっぱ違いますよねそうなんですよ。なるほど。ただよく結構皆さんここ開けれる開閉タイプのものを選ばれるんですけど、はいはいはい、実際ここってそんな開けないんですよ。ああはいはい、はい、でフィックスっていうか、まあ、はめ殺しというか窓入れてますので、うん、もう本当に自然の光を取り込むだけの窓になってます、はい。なるべくちょっと掃除する箇所減らしてみて。確かに開け閉めすると汚れたまりますもんね。そうなんです。はい、なるほど。まあ換気扇もあるので、はい、換気も十分に行います。そうですね、はい、で続いてそのままじゃあお風呂見てもらって何かちょっと気づきませんか。お風呂、はい、まあ一般的な広さなんです。はい、はい、これ気づかないですね実はこのお風呂窓がありません。あ、窓確かに普通はありますね。そうですよね。で何かこうお風呂に窓っていう概念があるんですけど、はい、こう昔の建物っていうのは換気扇換気機能がなかったので、はい、もう窓をつけて開閉して、まあ、換気をするっていうのが、はい、まあ普通だったんですけども、はい、今も換気扇っていうものがお風呂についてくるので、はい、もう窓いらないんじゃないかっていうので窓なしで計画をしました。へえ。で先ほどの話で、はい、やはりこう網戸だったりとか窓があることによって掃除する場所が増えるので、はいはい、なるべく掃除する場所を減らしたい。なるほどなるほど、はい、そういうところからの窓なしなんですね。そうですね、はい、実は窓を開けることによって外から入ってくる菌がカビの増殖の原因にもなったりとかするので、うまくこの換気扇換気機能を使っていただければ十分換気もできるので。なるほど、はい、こういう考え方もあるよっていう、確かにアパートとかは窓ない箇所よくありますもんね。そうなんですよ。でやはり最近お客様からもこういう声は聞きますね。窓をつける理由ないですよっていうお客様の声から、はいはい、ちょっとやってみようかっていうのが実際のモデルハウスで。なるほど、はい、いいかもしれないです落ち着きますね。こじまりとかも気にしなくていいのでそうですね、うん、はい、なるほど。もしかしたら今後これがスタンダードになることもあるかもしれないですね。はい、実は結構押してますなるほど。じゃあ最先端で、はいはい、いいですね。こちらのフロアタイルもちょっとかっこいい感じにしてあって、はい、あ、そうですね、統一感持たせてるんですよね、うん、はい、玄関のところのポーチも同じような柄になってるんですけども、はいはいはい、今回はもうフローリングではなくフロアタイル、水に強い素材を使ってます。あ、そうですね。で当社は基本的に標準が無垢フローリングなんですね、はい、で無垢はやはりどうしても水に弱いっていうデメリットもあるので、はい、水回りはなるべくフロアタイルを使うように使い分けてます。でこの奥タイプちょっといただきます。あ、扉があります。開けちゃっていいですか。はい、どうぞ。あ、お手洗いがあります。ゴールドです。光ってますあ、収納もちゃんとあって、はい、本当に光ってますね。そうなんですよ。そういったクロスを選んでて、実はちょっとそのクロスがゴールドのこだわりもあって、はい、換気扇もゴールドに塗りました細かいです、はい、すごい完全に自己満の世界あ、でもなんかゴールドでも、はい、なんていうんですかね、うるさくないというか、うん、
なんかこれはこれでありかなって思いちゃいますね。そうですね、やはり照明を電球色にしてますので、はい、やはりこう落ち着いた感じにはなってますね。ほんと収納も、はい、あ、さっぷり入りますね。入ります。もうちょっと入れとけばと入れちゃいそうな感じです。そうですね。こちらの扉を開けてみてください。はいはい、よいしょ。あ、ここはそうです。先ほどのガレージとつながってますので、もう外にもすぐ出られるんですね。はい。で、ガレージから入っていった時にもうすぐキッチンなんで、この距離感いいですね。確かに。はい、そうなんです。何も買ってきたものをそのままスッと冷蔵庫に入れて。うんちょっと誘導線に、うん、そうです。ここにファンフリーコとして収納もたくさんありますので、はい、しまっていただければ、うん、カジラ誘導線です。はい、はい、で実際ここ何度に感じます？リビング18畳ぐらいですか？さすがですね。はい、18畳です。で、結構バックると皆さん18畳か、うん、畳数だけ聞くとすごく狭く感じちゃうみたいです。はいはい、まあ大きいとはあまり意味もない感じですね。そうですね。でも実はここ空間が取り掛けた空間があって、階段とかあって、はい、私が一番好きなのはここに座って。自分で作った壁面緑化を見ること。なるほど。あ、これも本当に優雅な時間、優雅な時間。本当にこだわりちょっとした。はい、どうぞ。はい、で実はリビングが18畳なんですけど、うん、2階に上がる途中にこのフリースペースがありますので、はい、まあ、ここがセカンドリビング。うん、そうですね。確かに向こうも座る場所あるんですけど、ここにもこうやってスペースあると、はい、なんか居場所がたくさんありますね。そうなんですよ。なので18畳って聞くと一見ちょっと狭いって思うかもしれないんですけど、うん、まあ、ここはセカンドリビングとして使ってもらえれば、うん、居場所がたくさんあるので、うん、一つながりの空間で、はい、とてもこう広く感じる。そうですね。
ここが一番人気の場所です。ここが人気はい、クリスペースですね、なんかそこの景色も見えますし、サービスの試合はプライベートな空間にありますし、開けてみます。外から見た時にデザインに統一性ができるように、これは引き違い窓で開けられるようになってるんですけど、もう上はフィックスなんですよ。はいはい、そうですね、はい、同じような窓が入っているように、はい、なんか開けるように、大きな窓に格子を入れてるわけではなくて、ここで差しを分けてて、ここは普通の内側、そうです、はい、で、上はフィックス、はい、なるほど、はい、これはいいですね、使ってください、お客様も。ここも同じような感じです。そうですね、同じようになってます。でも確かに上開ける必要ないですもん。そうなんですよ、なんで、まあ、見え方として、うん、まあ、ちょっとしたここもこだわりです、うん、これは私も大好きな場所ですね、うん、今ですと、まあ、このフリースペースを使って例えばリモートワーク、はい、したら必要ですね、はい、でやっぱり中にはご来場されたお客様もここにですね、この白色の壁にプロジェクターで映して映画見たりとか、はい、あーやりたいです。やりたいなんかお客様もここであげてもそうなんですよ、楽しんでもらえそうですよね。本当にここから見る景色がすごい好きだ、うん、私も、はい、いいですね、本当にこの高い地から中も見えるし、景色も見えるし、うん、中もいいし、はい、もう最高です。では続いてこちらですね、こちらがもう2階の個室の方になります。はい、ありがとうございます。来ました。どこから入りましょうか。どこから行きたいですか。こちらで、はい、ここは進むんですね。だいたいここで8畳ほど、嘘つきました、6畳です。6畳プラス、はい、ファミリークロークを、うん、続けてます、ね、クロークつけてます。ちょっとすみません、会社の私物があるんですけども、はい、どうぞ。奥様用ご主人になって、はい、共有の、はい、どうぞ。でここは例えばお布団だったりとか季節のものをオープンに置けるように、お尻の中の一つとして使ってもらえるように中段と枕棚がついてます。なるほど、いいですね。これここに引き出しとか置けちゃいます。あ、そうですね、はい、あ、十分いいですね。なのでこのファミリークローククローゼットも本当にお客様によって使い方が全然違いますので、やっぱりどういったものをしまいたいかっていうのをヒアリングして、はいはい、私たちはそれぞれのお客様にご提案してますね、うん、はい、はい、ちょっと分かるんですね、はい、ですか。で、やはり皆さん家族でいる時間を大切にしたいっていう方が最近すごく多いので、はい、なるべくも客室は必要最低限で広さがあればいいよっていうので、うん、寝室は6畳だったりとか、とりあえずだけで7畳はいいよって言われてたんですけど、まあ、6畳あれば、うん、十分な色ですね。あとは、うん、でも普段過ごすのはこちらの感じですね。そうですね。すね、はい、あ、そうですね。その方が家族の会話もいいですよね。そうですね。はい、続いてこちらの部屋、はい。はい。あ、ちょっと思ったんですけど、大谷さんって、はい、建具の扉の色って結構よく白が多いなっていうの、うん。そうですね。壁紙がベースが白、ホワイトになってきますので、建具もすっきりシンプルにまとめたいっていうのがありますので、我々は基本的には白の扉を提案して、はいます、はい、確かに全部もう壁的になると、はい、間に色が入るんですけど、うん、小さい空間ですと圧迫感って感じないなと思いました。さすがです、そこです体感していただけてよかったです。はい、あと例えば子供室とか入ってもらって、子供室とかリビングとかっていろんな色が入ってくるじゃないですか。はい、そこに建具の色が入ってくると結構ぐちゃぐちゃしちゃう感じがあるので、ここ子供室ですね。はい、そうです。かわいいですね。ちょっとこう女の子が住むことをイメージして、うん、女の子仕様に。この高さはなんか変わった高さですけど、そうですね、実
はこれ屋根の高さがそのまま来てるんですよ。あ、なるほど。外観の見え方に非常にこだわりましたので、はいはい、もう子供室の屋根はちょっとこう屋根裏っぽく仕上げちゃおうっていうので斜めに来てます、ね。なるほど。あ、はい、でもなんか子供室だからこそあえてこの高さで十分というか、うん、なんか逆に子供らしさが出る感じがなんか面白いと思います。こうこの高さを利用して例えばこう、はいね、収納スペースにかけれたりとか、うん、あとはデスクですよね。これすごいいいなと思いました。ちょうどなんかぴったりな感じで、そう、嬉しい。はい、そうなんですよ。いいですね。これはね、作ってみて反対側もやろうかって話もしてたんですけど、そうですね、こちら側は作り方によってはここにベッドを置いてもいいよね。あ、はいはいはい、そうですね。なのでそうすると天井の高さ、その低さが全然気にならない。はいはいはい。で、もうこの実はですね、この柱、柱というか梁っていうのはもう構造上必ず必要なものだったので、うん、ゆくゆくは間仕切ります。あ、そうですね。扉が高くなるので、はい、ここでこの部屋2階に入れば分けることができる。そうですね。この上も閉じるんですか？閉じる、閉じてもいいですし、オープンしてもいいかなと思いますし、今だったらここにブランドとかね。あいいですよね、ハイジのブランドみたいなね。そうそうそう、ハンモックとか、そう、やりたい。本当にちょっとこう遊び心とか、はいはいはい、全体必要なハリなんですけど、うん、あえてこれを楽しむっていう方法もありますよね。いいですね、部屋に遊具があるっていい。もう自慢したくなる部屋だよね。そうですね、意外があります。で、ここはマジキッチャンと、はい、ちょっとこちらの部屋に来てもらっていいですか？ここに壁ができちゃうと、はい、もうこの部屋ってこの窓しかないんですよ。あ、そうですね、ここしかないです。ちょっとかわいそうですよね、はい、なので私たちここにトップライン、あ、天窓を、はい、で、これは窓も開きます。ちょっと時間かかるんですけど、今、あ、動いてます。あ、ここちょっと開いてきました。はい、風の抜けもしっかりできますので、はい、そうですね、換気はちゃんとここで取れるってことですね。はい、ここはなんかスクリーンが入ってます、はい、なので窓も開けれますし、スクリーンやカーテンも下げることもできます。これは一体型なんですか？一体型です。へー。ただもう本当にこう、なんていうんですかね、広い子供室を作るんじゃなくて、将来まで切った時にちゃんと部屋として成立するように私たちは考えてその計画してます。はい、天井が斜めなのもちょっとこう、うん、遊び心があって。そうです。最後の、はい、扉こちらですね。はい、あ、こちらがトイレですね。そうですね、お手洗いになってます。入ってみます。もう2階は白ですっきりシンプルにまとめてますね、はい、床は洗面室と同じですか？はい、フロアタイルが入ってあります。あ、ちょっとここあまり見ないサッシなんですけど、これは換気扇付きのサッシになってます。はい、一体型になるメリットって何かあるんですか？一体型になることによって要は外壁に穴を開けるっていうのがなくなりますね。やっぱりこう見栄えによって、例えば道路側に窓がトイレが来たりとか、はいはい、あとはその正面にトイレが来た時に、うん、どうしてもこの換気扇のフードっていうのが目立つことがあるので、はい、まあ、ちょっと今回試しに、うん、まあ、サッシと一体型になってる換気扇を入れてみようかっていうので入れてみたんですけど、いいかもしれない。ちょっとうちでも検討してみます、うん、はい、ぜひおすすめです。私もちょっとお客様に提案していこうかな、うん、あ、ここ収納ですね。はい、そうです。ちょっと開けてみます。あ、棚がたくさんありますね。はい、ちょっと2階は収納が少なめではあるので、はい、トイレに収納を充実させようっていうので、うんうん、上に取ってますね。いいですね、掃除用具も入れて、うん、トイレットペーパーストップも入れてっていう感じで、はいはい、あ、十分です、うん、いいですね。で、壁面に埋まってるので全然動線邪魔しないそうですね、
生さん、四日市モデルはいかがでしたか？はい、最初の外観がまずすごくかっこいいなって思いまして、これがまた中に入ると電気があったりとか、細かいところのデザインすごく、完成度をやっぱり意識されてるのがとてもいいなと思ったので、この建物を沖縄の人にもやっぱり見てもらいたいなと思いました。いや嬉しいです。いいですね、はい、でちょっと今決めちゃったんですけど、はい、沖縄でも本当ですか？はい、いや嬉しいです。これなんか沖縄にも建てて、なんかお客様にも喜ばれそうな、うん、本当に間取りだし、デザインだし、うん、なんかこういうのを沖縄でもどんどん建てていきたいなって思ってるので、うんうん、はい、ね、なんかこう外、今ここオリーブ入ってるんですけど、はい、これはヤシの木に変えたりとかすると、うん、またこう沖縄感というか、うん、リゾート感が出て、なんかまた変わった見え方、はい、雰囲気してくると思うので、うん、はい、なんかすごい私もワクワクしてきました、うん、楽しみです、はい、はい、ぜひその時はお花にいらしてください。いいですか、はい、私その時動画いきますよよろしくお願いします、はい、今回、この動画を見て、少しでも興味を持っていただいた方、他の動画も見てみたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねの方をお願いいたします。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。3.6 5.4 2.2